アフガンマスティフアフガンマスティフとは、アフガニスタン原産の番犬、刀剣用の犬種である。英語では、アライアンマスティフ、アライアンモロサスとも、クラサニードッグとも言う。現地では、サゲクウチなどと呼ばれている。中央アジア原産のアラバイが、元となる原始的なマスティフタイプの犬種。セントラルアジアシェパード,ドッグの禁煙種。別の言い方で、サゲクウチとも言うが、 それにはいくつかのタイプがあるためあえて言うなら山岳型、空地という位置づけであろう。なお、ダディーゴデサージは犬、口は遊牧民という意味である。主に森地区犬、番犬として使役されるが、大柄で、たくましい犬は刀剣としても使われている。デズモンド・モリスによれば、村と村のいざこざの決着をつけるための刀剣は、デスマッチであり、どちらかが死ぬまで戦わせる。 また負けた方は、戦いで死ななくても勝った方の犬の村のものによって殺されることが多いという。1979年のソビエトのアフガニスタン、侵攻以来の内乱のためその数は激減したという。紛争集結以後、アフガニスタンでは、刀剣の人気が上がっており、比較的規模の大きな刀剣大会も開催されている。通常の刀剣では、決着がついた時点で、戦いは、 終わりとなるため、犬が死に至ることは、まずない。マスティフの中では、原始的な姿をしていて、マズルは長めで、コートは、滑らかなショートコートであるが、山岳部の厳しい気候に、適応した上下と下げを持つダブルコートである。セントラルアジアシェパードドッグやトルクメン、アラバイに非常によく似ている。顎の力は強く、がっしりとした筋肉質の体つきをしていて、足は、 太く長い。本来は、垂れ耳、垂れ尾だが、現地では、非常に短く段耳され、主に元から半分以内の長さに段をされる。毛色はブラックから明るいホーンまで描く、色合いがあり、他にはトラゲ、ブチ、胸等に白いブチのある個体も多い。オスは 60kg から 70kg 台で、体重 80kg を超える個体もいる反面。 メスは 40kg から 50kg 台と精子差が大きい。飼い主やその家族に忠実な反面、防衛本能は強く制御が必要。ありがとうございます。